ということで、はいはい、今日は大阪っすね、はい、明日から単独ライブ、はい、ということで、ちょっと今ホテルに、はい、荷物など置いて、はい、ちょっとブラブラするかみたいな。なるほど。なんか懐かしみたいだけっていうね、大阪をね、大阪をナンバーをパークスです。パークスです。ナンバーパークス、ね。はい、まあ。特にこれといった思い出はないですけど。ここで映画見たとかもないですけど。え？映画館あるからね。確かここじゃないですか。何見た？冷たい熱帯魚。え？俺とケンジとモジツさんで見に行った。確か俺パークスだった気がするけどな。ああ。そうやったっけ？確か。まあでも、ひろちゃん今ちょっとその瞬間。ちょっとね。いろいろね、確かに物議を醸す、はい、そのシオン派やと思われたらやっぱそんなんめちゃくちゃおもろかったなって出てきたけど、お3人で、はい、ここでよくね吉本芸人たちがそうっすね、ネタ合わせしてたな、ここでみんな松竹は、あっちのね、はいはい、ナンバー8、はいはいはい、何やオーキャット、はいはい、オーキャットの下でね、ここね、はい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 、今やってんのかな、みんな。やってないの。やってないですね。この時間におれへんってことはもうこれ禁止されてんちゃいます。そうやな、うん、多分。いや、この辺もめっちゃ歩いたわ、俺。めちゃくちゃ歩いた。競馬ブックの時に。競馬ブックっていうね、本当にはい、超絶楽なバイトをね、僕らはしてましたよね、はい、ひろちゃんも、はい、俺も、はい、森田さんに紹介してもらって、黒帯の大西とか、はいはい、まあ、南川さんも、元は南川さんが見つけてきたんちゃうかな。そうですね、あのバイト藤尾さん、そうで、ブリキンの大前さんとか、はいはい、もう一緒にやってたな。ピンクさんとかいましたね。ピンクおったね、町浦ピンクね。ブック芸人だけでライブできますよ。ブックライブ、まあアメトークやったらいいよ。ライブじゃダメ。ブックバイト芸人。まあ、その超絶楽なバイトを、はい、まあ私ほぼクビみたいな状態。東京行くから辞めるじゃなかった。ちょっとね、はい、ちょっとだけ忙しかったのよ。はい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 。行って、はいはいはい。で、結構東京の仕事が増えて、はい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 、でそれでもうブック行かれへんようになって、はい、ほんならなんかもうほぼ誰かに言われたらほぼクビです森さん。でまあその時の俺はもう別に、はい、まあええわ、はいはいはい、今日来てからブックみたいなバイトないかなって思って、わかる、まあ、なんか今楽やってるな、楽やったあれ、ちょっと行くの楽しかったしな。いや俺ブックでバイトしてるとき俺15万円馬券当ててるし、何やったかな、大菓子やったかなんかの100円が15万円になった。ああ岩田ジョッキーやったな、ありがとうと思うわ。いわゆる裏ナンバーです。はいはいはい、今裏ナンバー、今この大阪のトレンドでしょ裏ナンバー。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ岩田奥渋谷みたいな乗り出して、そう、ここが、ああ、だって俺やっぱ久々に大阪帰ってきて、はい、地元のやつにバカにされたもん。お前裏ナンバー知らんの。バリ切ってた。何っつ、いや裏ナンバーや、裏ナンバーで飯食おうや。何なん裏ナンバー。分かる、どこなん。お前裏ナンバー知らんの。地元のやつに言われて全部ナンバーやったけどな、俺らこった時は。この筋もいいんすよね、はい、なんかいい感じの店が。これはだから、ね、NGK とかの一本横、うん、そうね、一本横っすね。だから言ったら千歳の筋っすかね、はいはいはい、肉筋のね、これのさ、あそこ何や、あそこ何ラーメン、俺めっちゃ好きな。そこまでは知らん。俺がめっちゃ好きなあの醤油ラーメン、何やったっけな、もうそこやから、えあれよ、和歌山の醤油、あ、丸城、はー、丸城ラーメンね、
大阪来たら絶対食いたいのが丸城ラーメンと、あそこの福島のね、あこの間五反田ガレージ、はいはいはい、何やったっけ、ヤシチ、ヤシチね、はい、この2個は絶対食いたい。あ、丸城はどこにあるんですか。丸城はもうそこ、丸城昼しかやってないんだ。へえ、上六って書いてますけど、あそうそう、丸城、これ丸城、あ夜やってるわ、あ元丸城や、上六になってます、森さん。いやでもな、前から上六なのよ。でも俺らが丸城丸城って言ってるだけなの。いやだって見てください看板、ほら丸城って消えて上六なの。あれそうですか、ちゃう店になったのか。いや違うよ、一緒でしょ。えやめてよ俺の思い出を。いやえ丸城、あほんまやな、ほら丸城が消えてますもん。何か意思は受け継いでると思うよ。まあそうですね、そんな感じしますね。これ名前変わったんですか。あ、丸城からな、何が変わったんですか。いや、あの名前だけです。名前だけ変わったんですか。はい、なんでなんですか。まあいろいろあるんですけど、いろいろあったそうかそうか、すいません、まあ、でもメニューとかはそのままで。あ、了解です。ちょっとまた昼食べに行きます。昼食いたいな。今やったらさっと行きます。でもな、朝にどこ行かんといっぱいだけ。いやでもあかんな。うわ、こんなさ、丸城が、はい、あんな空いてることなんかないで。なるほど。じゃあ行くなら、今何時や。6時、6時がおすすめですね、じゃあ食いてぇ、これ朝のとこええかなマジで。松竹時代の後輩の浅井がやってる焼き鳥屋に行く約束はしてますね、はい、うん、そうですね、はい、その上でどうしましょう、はい、丸城。いやー、そのやっぱり、はい、なんていうの、はい、味でいけば圧倒的に丸城、はい、やっぱその情情だけで浅井のとこはね、浅井のとこ行ったことないで、まあ、情で言えば俺は丸城にも情があるあなるほどね、うん、まあ互角やけど、まあまあしょうがない浅井のとこ行かないいやいや行く言うから連絡した。あんだけ空いててうわ懐かしいね。ご縁な。おお、あの吉本でライブやった打ち上げはここ、この公園によく行ってくれた俺も3階なんでやっけ。ああ、安い肉やけどさ、ああやっぱ焼肉はタレやなって言って食ってたもん、ね、タレにつけじゃ何でもしちゃうからな。もう焼肉なんか肉ちゃうでタレやねってよう言ってた懐かしい。うん、これでどこに出る。これ左行ったら千住池とかの方ですよね。そうね、右行ったら味噌の。出た出た、味噌のユニバース、味噌のビルです。いわゆる何の何言ったらいいんですかね。味噌のは味噌の何の施設なんですかね。飲み屋あってで、カラオケとか宴会できて、あで、何ライブスペースがあって、そうですね、ライブできる居酒屋みたいなのもありましたね。ああ、まあでも何やろな、味噌のユニバースってな、なん、まあ、だって映画になるぐらいだな。そう、味噌のユニバースっていう。そうですね、渋谷にスバル、スバル、うん、感じに俺見に行ったもん。おもろかったもん。おもろかった。ああ、あれ女の子誰だっけ。まあいっか、二階堂ふみ。あ、二階堂ふみか。天竺の河原さんとか出てた。あ、出た出た、役座でね。ここの、はい、上がってった、はい、ここが言ったら、まあ東京でいう何つったらいいんですかね、あそこの焼けたとこ、波屋、ゴールデン街、ああなるほど、みたいな感じよ、うん、そうですね。いや、めちゃくちゃ懐かしい。めちゃくちゃ懐かしい。白芸っていう、はい、白芸ね、バーと目につる、目につるっていうバーでお笑いライブが、そう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 、あの行われてたの。これすごいわ、こんなもん一元でさ、確かにね、こんなとこ入られん。確かに、こういうだからマニアックな、あのスナックとかバーがある。まあディープな、そうですね、面白いもの好きの人は、うん、もうめっちゃ楽しいでしょうね。うん、うん、本当にゴールデン街って感じだよ。あ、白芸ですね。ここ、あ、ここ白芸。よくね、松竹芸人も吉本芸人もみんなここで、ノンデイリーライブをね、やってましたよね。トークライブなんかもね、結構ここでやってましたね。
ほんまやわ。懐かしい。格ゲーで喋るトークなんて、どのメディアにも出されへんトークばっかりやわ。格ゲーでしか喋られへんトークしてたもん。マジで。いや、これ普通の人はやっぱ怖くて入られへんよな。確かに。正直な。まあ今まだ全然営業時間が外ですね、割とね。そうですね。その店も多分、10時ぐらいから来るんでしょ。ベニツルで単独やってる芸人とかおったの？あ、ゾノさんの単独、そういやベニツルに行くか。ベニツルよ。あ、ここや。そうそう、こっちの方が多分広かったよ。はぁ。それたら、中野さんがね、ロフトで単独やってたような感じというか。はい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 、ここはどういうところなんですか？ここはあのキャバレーです。なるほど。あの本当に昔のあの何ていうの、はい、NHK のその連ドラとか、はいはいはい、で、はい、出てくるようなあの頃のキャバレーがまだある。まだある。確かに。パールね。パール、ミスパールだ。ミスパールとミス大阪なんだ。ああ、ミス大阪。はいはい、はい、はい。ああ、マドラスカレーがある。お、ほんまや。マドラスカレー。モリタ、モリタってなってますね。大阪の民度ですね。モリタ。さあ、そして、はい、出ました。はい、私の、はい、はい、もう私を語る上で、はい、一番欠かせない場所、はいはい、まあ松竹芸能の門座よりもお世話になった、ナンバ秘密クラブです、ね。出た。昔はね、ナンバ秘密クラブって書いてたんですけどね、ほうほうほう、消したんですね多分。へ、最近でここ何年かここはね出てない。へ、まあ、ここにね、はい、もう大阪時代、はい、打ち合わせ朝終わって、はい、5時とか6時に終わって、うんうん、当時早朝がやってたから、うん、早朝並んでたよね。ああ、俺は並んでないですよ。13,000で行けたのよ、あ、早朝、うん、まあ、だ未だにね、はい、はい、大阪来たら、あ、行ってんねや。はい、別館と別館です。あ、別館も。へ、はい、別館だけ残ってるんですね。別館に移動させられることもあります。はい、本館で受付を、はい。俺の人生でもやっぱり、はい、未だに不動のぶっちぎり1位。はい、懐かしいな。ここもね。力丸グループね。300円均一。ちゃくちゃ。ありがたかったよな。ちゃくちゃ安い。取り木に飽きた頃ぐらいに知ってるな。取り貴族に飽きた頃ぐらいにね。ほんまそうですね。まあ、それでも取り貴族は行くんですけどね。ああ、ナンバー秘密クラブをね、皆さんに紹介できたのでよかった。普通に粛々と待合室で待ってたら、はい、ちょっとやんちゃなやつに、そう、青春の怒りモンスターっすよねって言われて、はい、全力で違いますけど。もういいやん。もういいじゃないですか。全力で言ったな。そして俺が一番ナンバーで行った、はいはい、パチンコ屋が、スカイロ。あ、スカイロ。スカイロのスロットね。はい、もうここで、ひたすらジャグラー打ってました。はい、あ、懐かしいな。芸人っていうのは、はい、絶対に今日負けられへんっていう戦い。あのサッカーの日本代表よりも負けられない戦いが年に数回あんの。その数回の勝負全部お世話になった司会を、ね、勝ったんすか。大体勝つのよ。へ、こういったらマジで負けられへん時は司会を。司会を。じゃあずっと司会をでええやん。ジャグラでも俺この筋歩いてたら昔やったら絶対会ってた気がするけどな、芸人さん。確かに。もうすれ違ってんのかな、それとももう知らんなってるだけで。俺ここでさ、はい、ほんまちょうどここでさ、はい、向こうからキム兄歩いてきてさ、あ、はい、うわ、キム兄やん、でも面識ないわと思って、はい、まあ挨拶するあれじゃないやろと思ったら、はい、キム兄が、おお、
へえ。今日なんなん。はい。で今日何々です。はい。あそうか。うん。まだな。はいはい。どっか行ってやん。はい。絶対俺のことなんか知らんの。絶対誰かと間違えてる。おそらく梶原さんとかや。梶原さん。銀行の。はあ。いつっすか。8年ぐらい前。あーじゃあ知らんかも。もっと前か。10年ぐらい前。はい。まだ金庫まで行ってないと。ああ、うわ夏いね。いや夏い。何が一番うわ懐かしいってのあります。なんやろな。ナンバー近辺で。うん。あそこの板トマとかじゃん。板トマおったな。イタリアントマト。はい。でもあれじゃないですか、千日前、千日前じゃない、桜川の、まあな、ああ、あっちのロイホとか。はい、桜川のロイホはめちゃめちゃいましたね。そうね、思いのほか、はい、エモい回ですね。もっと売れてからやるやつやろな、これ。いや十分売れてますよ。まあ、でも十分懐かしいよ、ね。はい、ああ、だってもう10年やね、だって東京来て。いやそうですね、ああ、ほんまそうやね。なかなか大阪の仕事なんかないからさ。はいはい。な。ここですよ。トリホール？ここトリホールじゃなかったでしたっけ？ここあれじゃない、大阪プロレスの劇場じゃなくて。あ、そうなんや。いや俺ここでも近くやったんやったっけ？気がする。確かにトリホールあった。あ、上方ビル。そう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 。そう。ここや。ああ、ここや。これや。これや。トリホールは？ないよ。ない。あ、4階見てください、森さん。うわ。え、なにこれ。千日山。千日山広州。広州寺、広政寺。鳥居ホール。これ、あれですね。はい、さらば青春の光の一番最初の単独ライブをやった時、鳥居ホール。なんていうタイトルやったかな。そう、初回限定 版。そうです、初回限定版です。やったっけ。合ってる、うん。だから、2010とかかな、11とかかな。そうですね。いや、もう一個前やな。2000、え、何年結成？8。あ、じゃあそうか、2010か。で、はい、このライブで、はい、ぼったくりバーやってるんだよ。確か。そうでしたっけ。そう、このライブぼったくりバーと何やってたかな、今で言うとあれとか交通事故in髪型とかやってたような気がする。出たな、多分やってるな。俺ブリッジめっちゃ覚えてるね。べっぴんさん、べっぴんさんっつって、ほう、べっぴんさんって言いながら、その当時べっぴんさんじゃないタレントさんの名前を出すっていう。なんかやったなそれ。すごい尖ったブリッジやってたよね。やりました、やりました。 あと何やってたかな。なんかね、一本どうしてもでけへんってなって、覚醒器が事務所に置いてあったんですよ。練習してた。ああ、立てこもりの。そうで、なんかそれ持って喋ってたら、そう、なんかおもろなってきて、これそのままいけんじゃんって言ってやったら、その音響とか当時確認するみたいな、うん、配慮が全くなかったんで、うん、何言ってるか全く分からず、そう5分ぐらい滑り続けて、あそこだけみんなにあそこほんま何やったんって言われて。懐かしい。あとマジシャンのネタやってなかったかな。あー、お札消えるやつ。お札消えるか、はい、あのね、なんて書いたかを当てるっつって、俺が書いた文字を箱入るやつ、箱入るやつから。で、それを袋が、うん、あの時まだ俺がボケやったんかな、その時忘れたけど、はい、あ、俺がボケやったかも。あ、そこに好きな、あの文字書いてくださいって、で、それを私が当てますんでっつって、書いて、で、書いてるのを見てるっていうネタやった。あ、それか。そう、何書いたかを当てるって言ってんのに、何書いたかを当たり前のようにずっと見てるっていうネタやったと思う。で、それを追って、ここに入れてくださいみたいなんで、そうやわ、じゃあ今から当てますよ、ダラララダンみたいな、で、なんちゃらっ
ってタターンってなるでしょ。でそれにも別になんかみたいな、うん、あそうや、そのネタのねパパーンのいい音探してくれって言われて、俺めっちゃ頑張って探したんですよ、うん、どこの効果音にもいいのなかったんですけど、宇多田ヒカルのハートステーションっていう曲の頭でタターンってなるんですよ、うん、これええなと思って俺それ使ったら、うん、おじさんがこれやってなった。あ、そう、そうそう実はそう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 タターンなんですよ。上がる、上がってみましょうか。うわうわ、これ10年ぶり以上、これほんまに俺ら以外も楽しいんかなこの回。あ、そんなこと言い出したらボタン流れば毎回やもうえ潰れてないの。潰れてないんじゃないですか。なんか一回燃えませんでしたっけ。燃えた、なんかそれで潰れたみたいな。燃えたやったかな。俺なんか火事になったと思ってたんやけどな。懐かしいね。懐かしいよ。やってない、わ、やってない、やってないな。あ、でもなんかあれ、あ、すっごい線香なんですか。なんとかでろ、やってんのかな、どうなの。いや、やってないっしょ、これはやってないっしょ。でもこれ劇場の扉やって、ああそういうことか、今日はやってないけどってことですよね。やってんじゃないですか、このまま置いとくと同じ、こんなナンバーで。そうか、はあ、いやー懐かしい、懐かしい、これは懐かしい。ここでよくその後何やったかな、その後とかその前か、はあ、よくなんかインディーズライブみたいなの出てたのよ。何やったっけ、あのトリホール、トリホールで何ていうライブやったっけ。ねワンパクウォリアーズ出てた。そう、ワンパクウォリアーズさんとか、さん出てた。ゴールドハンマーさんとか。ああ、出てた。ね。レトロベガスとか。ああ、クリスタル大坪さん。クリスタル大坪さん出てた。で、ピンクも出てた。あ、出てた、出てた。マジュラピンク。何やったっけ、あれ。なんていうライブやったっけ。何やったっけな、これは俺出てけへんと思う。ゲラゲラジム違うな。ゲラゲラジムじゃないと思う。あ、なんていうライブだったっけな、何やったっけな、出てたな。確か経営プロが主催のライブやった。そうそうそう、だからワンパクさんとか出てたんですね。そう、あれなんていうライブだったかな、マジで。めっちゃ出たよ、何回も何回も出てた。猿滑りとか、猿使い、あ、猿使いとか出てた、猿使いさん出てた、誰出てたかな。出てた芸人は思い出せんねんけどな。マドンナ、元マドンナの松浦のコンビ、前のコンビとかも出てた。へえ。それがレトロベガスやったかな。結構松竹はでも俺らぐらいやったかな。そうですね。なんか、うん、西口さん出てたな。ジュウキママ。はい。ノブオ出てた。ジュウキママ出てませんでしたっけ。こっち行こう。はい。そうなの。徹底的に行こう。もうめっちゃ楽しなってるじゃないですか。でさ、もしさ、はい、俺らがさ、はい、仮にさ、はい、今後さ、はい、さらばさんの思い出 の、はいはいはい、の大阪時代の土地とか巡るやつやりませんかって言われて OK してもうたらさ、はい、こことかさ、はい、絶対行くわけ、はいはいはい、で俺がさ懐かしいやとか言っててもさ、いやいや元の彼氏言ってたよ、半年ぶりやんなるかも、うん、あ、一番寿司ね、うんうんうん、ここはあのよくね、はい、ここの一番寿司じゃないな、俺が来てた一番寿司をよくくみちゃんに一回連れてもらったな。アメリカン、アメリカン、純喫茶アメリカンですよ。これまだにタバコ吸えんだな。ちょっと前に行ったけど、何年か前に。あ、禁煙です。禁煙、アメリカン禁煙なんや。屋外屋外来てる。そうです、ここですよ、ここってここですよそう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 、灰皿レジでもらってる。はあ、なるほど、お客さんしかもらえない吸える、その方がダメじゃん。これそこのたこ焼きの、はい、下の、はい、焼き鳥屋でバイトしてた。ほうほうほう、あれ元祖大阪たこ焼き。そう、はあはあ、元トランスポーターの武田さんっていう人が、はあ、店長やってて、はあ、でもう芸人辞めて、はあ、ここで店やるっつって、はあ、お前らバイトするかみたいな、はあはあ、感じで俺らここでやってたな。へえ、ブックぐらい楽なバイトやった、うん、そうなんや、うん、確か。へえ、
懐かしい、あそこね。はい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 。立地は悪くはなかったけどな。あっちち本舗。結局、あの、はい、客来ずに。あ、冷たい、うん、あ、今は違うみたいなんですね、じゃあ。へぇ。これ、ここ何？じゃあ。ここ角座やったよ。ここ多分角座や。ここやんな、角座。そうやんな。はい。そうそう、だって角座って、うん。私俺らが辞めてから、うん、ちょっと広なって、そうなんか広場みたいになって、はい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 、ファイナルで行ったもん。そういや、あ、行った行った、俺のイタリアンかなんかあって、うん、奥に門座があった。絶対あの上がったところにファミマあったもん。あーあー、じゃあここや。へえ、なんかビッグに潰れてるやん。 あんまこれじゃ言わない。いやいやいや、期間限定で借りてたんですよ。初舞台はそれもちろん門座ですからね。ここの、ああ、そういうことか。そらそら、 B1 時代の門座。 B1 門座。あ、 B1 門座。あ、はい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 。そして出ました、出た、はい、出ますか。俺が東京行く直前までバイトしてた、はいはい、ドラゴンボール。ドラゴンボール直前ってことはないか。直前ってことはないかな。俺だって辞めるとき知ってますもん。そうやな、うん、2011ぐらいまでバイトしたから。あ、いやでもね、2012までバイトした。あ、そんなしてました。そう、誰か一緒の、今で言う、はい、今で言うというか当時もですけど、はい、セルライトスパの大塚君、はい、が、バイトしてました。はいはいはい、はい、一緒にバイトした。で、まあ、当時あと何人か芸人もおったけど、はいはい、そう、ここ。なんで辞めたんですか。ね、クビです。まともにやめた仕事、なんか、フロアを見るっていうだけの仕事なんですけど、立って、はい、立ちながら寝てたんです。で、立ちながら寝てたら、はい、まあ立ちながら寝るって言ってもだって揺れんの、はい、やっぱり、はいはいはい、でそれをずっと当時のチーフに、はい、監視カメラで見られて、で1時間ぐらい泳がされて、でインカム飛んできて、はい、俺たち事務所がって言われて、はい、寝てたなお前、はい、ですいません、はい、今日はもう帰るみたいな。おで、おはい、はい、そのまあシフトもうお前なんか入れてられへんみたいな。おうおうおう、帰って頭冷やしごい、おで帰る。おで次の日シフト入ってたから行って、で事務所行って、お昨日すいませんでした、お頭冷やしたんか、お冷やしました、おでもな、うん、首やお前でじゃあ電話で言ってくれ。でもな、なんで一日泳がされた。電話で首やから混んでええよ言ってくれ。懐かしいな。冷やし方次第ではいけたんじゃないですか。え、冷やし方次第ではいけたんじゃないですか。まあ頭の、はい、無理よ、だって決まってたんや。でもな、冷やしたんかって言われて、冷やしましたっつって。でもな、首やって言われて。懐かしい。チーフまだおんのかな。おらんやろな。会いに行ってみたけど、さすがにかな。ちょっと行く？取れんのかな？取られんか。もう全然行ってもいいっすよ。もう止めてもいいし別に。ちょっと懐かしい。一応取りつつ行ってみましょうか。どんな感じかだけ。はいはいはい。いや、どんな感じやろ。ちょっとドキドキするな。チームおるかな。いや、おらんと。もうやめてるやろ、さすがに。やめてへんのか。頭冷やしてきたんかって言うと、どうします。10年ぐらい頭冷やしました。いやただね、ここはここでね、うん、小宮さんとかほうの思い出があるの。え、小宮さんってそう、M1 ツアーズ、M1 リターンズっていうライブが NGK であって、はい、でそれ泊まりやったのよ。はい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 。でちょうど俺は2016に決勝行ったから、はいはい、それリターンズ呼んでもらってて、はい、で準決勝組も来てたから、はい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 、小宮さんとかと一緒やったのよ、はいはい、確か。で終わってからどうするみたいな、はいはい、全員がそわそわしてて、で俺と小宮さんと、はい、インディアンスのキム、はいはい、と、セイヤ、霜降りの、おう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 、セイヤで
街にナンパ繰り出すっていうやってた。結構もう顔さすメンバー6年前やな。だからもう顔さすでしょ。いやいや、絶妙。小宮さんがちょうどブレイクした時ぐらいで、小宮さんだけ危ないみたいな。後のメンバーはマジで雑魚みたいな。でだからもう言ったら、そのもうナンパも小宮さんの顔頼みみたいな、はい、なるほどね。でも小宮さんもその、はい、なんていうの、あのヤンキーに絡まれたくないから、その眼鏡を外せば小宮じゃなくなるの、はい、なるほどね。でなんかね、結構な、もう歩いてても、はい、可愛い女の子来たら眼鏡つける。でヤンキーみたいな来たら眼鏡外すみたいな。でもこうずっとこんなことやってられへんぞみたいになって、はい、で、まあ、結果小宮さんが結構囲まれたりするから、一回そこのカラオケ屋に入れたのよ。ここやったかな、どこやったかな、へー、カラオケ入りましょうっつって。で小宮さん追ってください、俺とせいやとキムでナンパ行ってくるんで、女の子捕まえてくるんで、で分かったっつって、ただあの俺の名前出すのやめてね。あ、分かりました分かりましたって言って、店出た5歩目ぐらいに出会った女の子にせいやが、三四郎の小宮さんいるけど飲むって。一瞬やった。でそれで女の子飲んで、そうみたいなことはあったね。へー、まあ、そっから先はね、メンタル童貞ロックンロールに書かれてます。お、へー、はい、あのそっから先はメンタル童貞ロックンロールをどっかで入手して、はい、なんか今レアになってる。なんかちょっと、はい、いやー、それはこれでも喋りだったら気にないな、こっちにも。いやー、そうやな、これはこれで、やっぱり俺たちは、大人の街、はいはいはい、ホテヘルに一番ハマってた頃、まあ、俺らもこの辺。へー、はい、そうなんや、はい、ホテルバカイ、ホテヘルバカイ時代、ホテルだよ全員集合。MTG とかね、その辺よく。MTG? はい、むき卵ね、はい、よく言ってたね。まあこんなぐらいじゃないですか。まあ、もう一生やれますわ、俺は。道頓堀をこう背景に、はい、じゃあ最後、はい、道頓堀を背景に、はい、皆さんにさようならしましょうか。以上、はい、もっと売れてからやる街ブラ編でした。ありがとうございました。さようなら、はい。